本では馴染みのないチャンドラグプタですが、戦艦にまでなってます。空母か、空母にはなってます。松井優です。さあ始めていきましょう。世界史大学受験、古代インドのグプタ朝4世紀から6世紀のチャンドラグプタ2世ということなんですが、この王様はすごくてですね、隣の国中国ですね、今の中国の位置にある東進の僧ですね、はい、東進の僧宝剣と言われる方に対して、仏国記というふうな形にですね、この仏国記の方でも記述があるぐらいすごい方ですね。はい。で、流れたのが、これ、長日王か長日王かどっちかはわかんないんですけど、長日王でいいのかな？長日王というふうに呼ばれています。まあ、二つあります。辞書で調べると。チャンドラグプタ2世ということになるんですが、この長日王というふうに、それぐらいもう、すごい王様。もうすごい王様。太陽みたい。太陽みたいな王様、チャンドラグプタっていうのを、その、インドの人が言ってただけじゃなくて、まあ、お隣の中国の位置にあるね、今の現在の中国の位置にあるようなお坊さんまで、その、宝剣さんまでが、すげえわ、この人っていうぐらい、まあ、すごかったわけなんですね。まあ、我々日本人にとってあまりインドっていうと、なんかカレーみたいな感じでイメージがないですけど、このチャンドラグプタさんね、はい、空母とかにも使われたりしてるぐらい有名な方ですので、まあ、もしインドとかに行く機会があったら、もしくはインドの留学生の方と会うようなことがあったりしたら、ちょっと、お、超実をとか言ってね、まあ、感じで、言ってあげると、なんか役に立つことがあるかもしれません。はい。ということになります。ということで、チャンドラグプタ2世は超実をということで、お話しさせていただきました。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。